ドレッシュダンドレスドのロゴドレッシュダンドレスドは、コレクションブランド2009年に設立された、ドレッシュダンドレスドはクラシックとモダン、繊細さと大胆さ、マスキュリンとフェミニン、相反する様々な要素をアッセンブルし、ミニマルなテーラリングとストリートのユーモアを巧みに融合させた、脱構築的なジェンダーレスコレクションを展開する。設立者とデザイナーの竹士北沢は、 1982年8月13日、日本に生まれました。2009年ドレッシダンドレスドを設立。2012年、メルセデス・ベンツファッションウィーク東京にて、コレクションデビュー。2013年ドンドンファッションウィーク会期中に、開催されたインターナショナル、ウールマークプライズのファイナリスト、世界の6ブランドの一つに選出され、カプセルコレクションを発表。 ドレッシュダンドレスドは、ボーグ、イタリア編集長、フランカ・サザニ推薦による、スペシャルエントリーによるもの。インターナショナルウールマークプライズは1953年に創設、当時無名だったイブ・サン・ローランとカール・ラガーフェルドを発掘したコンテストを蘇らせるもの。2013年第5回 DHL デザインアワードを受賞。ドレッシュダンドレスド。 オフィシャルウェブサイト、オフィシャルインスタグラムページ、オフィシャルフェイスブックページ。ありがとうございます。